こんにちは。こんにちは。こんばんは。ムーメンボーイのひなりです。たくみです。はい。今日の企画は、意思疎通ゲームやりたいと思います。まあ、簡単に説明すると、例えば俺の好きな食べ物はって言われて、俺は答えを知ってるでしょ。で、ひなりは答えを知らないと。それを当てるパターンもあれば、二人で想像で、例えばじゃあ、二人が一番よく遊びに行く場所はとか。どっちも正解は知らないけど、それを答えを当てはめる。まあ、正解させる。そうそうそう。だから、相手に合わせるもよし、自分に合わせてくれるだろうと思って、自分に寄せていくのもあり。なるほど。自分に詳しいクイズだったらもちろん相手が寄せてくれるじゃん。二人と真ん中のクイズだとどっちが寄せるかみたいなところは。なるほどね。そう、考えながら、相手がどんなことを言うかも考えながら答えを書いて。だからこれを買ったわけですね。そう、ホワイトボードに書いて。なるほど。いきましょう。オーケー丸です。じゃあ、質問は、まあ、交互に出して。これやってるわ。この企画考えてるの、こっちなんですね。まあ、これ自己紹介も兼ねてますね。結構初歩的な問題から。私の一番好きな食べ物は、うわ、全食べ物の中でね。ちょっと待って、いや、いっぱいあるぞいや、結構好きな、食べ物食べるのが好きなんだけど、いや、でもこれでしょ。食べ物、飲み物入んない、うん、待って待って待って、待って、めっちゃあるじゃん。だってどう、自信ある？あんまないよ。いや、マジ？ちょっと待って、むずいな。いくよ、俺の答え、うん、こちら、ででん、オムライス。あー、これ好きじゃん。ちょ、これ懸念があって、なんか食べるものないねってなったらオムライス行ったりはするんだけど、いや、今日オムライスが絶対いいとかはないから。なるほどね。で、寿司と迷ったすぐ。でも寿司は違うんだよ、一番好きだよね、好きだけど、うん、で、まあオムライス。なるほど。でも、あとね、フルーツ系はちょっとね、全部だからね。そう、フルーツ系はもう好きなもん多すぎて、晩ご飯はとかじゃないから。そう、フルーツ攻めるかなっていうところを考えて、俺はオムライスって答えにしました。では、私の一番好きな食べ物、正解はこちら、生ハム。生ハムでしょ。いやいやいや、そうだ、こんなに言ってきた、生ハムでしょ。そうだ、いや、生ハム。あ、生ハムだわ。生ハムよ。なんかいるけど、かわいい生ハム。いや、見落としてた生ハムは。ちなみに2位は、2位はパン。肉ばっかじゃないあー、まあ、なるほどね。私、あの、魚より肉派だから。知ってる、知ってるけどさ、だからなくしたんだけど。で、この肉料理が好きみたいな、ないじゃん。焼肉。焼肉かな、確か。うわー、ちょっと負けたわ、今のは。次、俺が今一番欲しいものは、なんでしょう。オッケー。え、そんな、なんかスムーズ。うん。え、違うの、これでしょ。え、いいよ。たくみくんが今欲しいのは、一番欲しいもの、一番欲しいもの、これお金。金でしょ。いや、もう、そうじゃん。ちょっと待って待って。お金ですね。これも正解です、絶対。はい、どうぞ。違う違う違う。違う。いいよ、全然いいよ。絶対そこも、これ多分、嘘とか書かないでしょ。嘘とか書かないもんね。書かないよ。書かないけど、ごめんごめん。いきますね。それ違うじゃん。いやいやいや、え、違うじゃん。いいよ、見せて。見え方悪いもん、それ。見せて、何？こちら、今欲しいもの、一番欲しいもの、カメラです。いやいや、これあったら、それ買えるから。違うのよ。これあったら、それ買えるもん。思ったよ、それも。でも、一番最初の元にたどってみたら、いや、いや、と思って。違う、なんか、聞こえが悪い、その言われると。いや、違う、じゃあ違うの。いや、違う、それは置いといて、いらない理由を欲しいです。欲しいですよ。え、でも一番最初に、あ、はいはいって言って書こうと思ったのは、カメラ？カメラ。でも、失敗ですから。いや、これ違うから、そう、なんか、争いのゲームじゃないから、協力して、同じ答えを出すゲームだから。じゃあ、今年のヌメンボーイの目標、これはまあもちろんね、統一されてないと、グループでやっていくんだったらね、難しい。その統一は大事ですよ。確かに。その目標の共有というか。じゃあ、分かった分かった、登録者数だけでいい。いやー、難しいな。オッケー。じゃあ一斉にいこうか、これは。オッケー。じゃあ今年2019年のヌメンボーイの目標のチャンネル登録者数、せーの、100万人。おお、100万人が、すごい、すごい、目標は高くということで、100万。これ上のやつ何？クラッカー。え、嘘、見て、このクラッカー、かわいい、かわいい、すごくない？揃った。いや、なんか、わかんなかったの、どれぐらいかね。なんかそう、全然わかんない、 YouTube そんな見ないから全くわかんなかった。でもなんか、100万人いったら、なんかもらってるなと思って、みんな勝てた
あれ惜しいくらいで基準かなと思って、まあちょっと難しいとは思うんだけど、目標だからね。そう、すごい、ね、素晴らしいね。最後だけしか正解してない。それは見事正解できました。ということで今年はこれを目標に頑張りたいと思います。ということで今回はこんな感じで終わると思います。意外と難しいね。うん、でも楽しかった。また機会があればやりたいね。いろいろ見てくれる人が増えたらまた機会があればやりたいなと思います。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ということでバイバーイ。